おはようございます。12月の19日かな。朝なんですけど、チェックアウト時間の10時まで、ゆっくりしまして、今から、まあ、昼飯までちょっと時間があるんで、せっかくなんでちょっと熊本城でも覗いてみようかなと思ってます。で、昼からまた、熊本飯を食べ尽くす旅の続きですね。それでは行ってみましょう。お城の石垣が見えてきたんで、もうすぐかな。熊本城はね、3年前来た時にはちょっと悲惨な状況やったんですけど、もう復旧してんのかな。これが堀でしょうね、多分。川みたいになってるけど、多分堀やと思う。石垣があるんで。お、見えた見えた。熊本城見えたぞ。あ、でもこれ、石垣復旧工事の資材の仮置き場って書いてあるわ。復旧工事はまだ進んでるってことですね。まあ、あんだけの被害出てるからそう、簡単には復旧終わらんと思うんですけど。なるほど。どっから入るんや。これかな。こっちから行くってことです。どっから入るんや。まあ、熊本城見たからもうええけどな。ここかな、入るところって。ここかな。とにかくね、いきなり団子だけ買いたいんですよ。あ、行ってみようか。今スタッフの人に聞いたら、天守閣中まで見れるらしいですね。近くまで行けるんかなと思って聞いたら、中まで見れるって言って。なんかすごい綺麗に整備されてんな。なんとなく最近、整備されたような感じがせんでもないけど。あ、やっぱり、石垣が崩れてるとこまだあるな。この通路がすごいよな。すごい立派に整備されてるわ。まだ朝なんで人も少ないし。昼飯も食いに行かなあかんから、さっと見て回ろうか。おお、これは、かっこええ。さあ、じゃあ天守閣入ってみよう。昨日飲みに行ったんがこの辺かな。おそう。おそう。熊本城も大阪城とか名古屋城とかと同じ感じで、外目は木造やけど、
中は鉄筋コンクリートのビルやな。そう考えると姫路城ってすごいよな。もうちょっとじっくり見たかったけど、飯優先。さあ、いきなり団子売ってたんで買って帰ろう。いきなり団子の粒あん1個だけ買いました。後で食べようかな。じゃあ急いで昼飯行きましょう。台北園。お、コーラン亭ありました。すいません。いや、うまかった。よし、肉行こう。ご飯とかすぐ持ってきますのでお待ちください。
ごちそうさまでした。昼から贅沢が過ぎたな。さあ帰ろうと思うんですけど、帰りバスで帰ろうかな。ちょっとバスの時刻表を見て、席取れるようやったらバスで帰ろう。大分行きのバスは指定じゃないみたいなんで、空いてたら座れるらしいですね。13時32分のバスがあるんで、それで帰ろう。とりあえずホテルに預けてある荷物を取りに行きます。さあホテルで荷物引き取りまして、あとは帰るだけですね。まあバス使うと青春ジャッジ切符より1000円ぐらい高いんですけど、まあ、その分早く帰れるし楽だし、今から帰ったらね、M1 の決勝見れそうなんで、もうこれで帰りたいと思います。いやー楽しかった、熊本。また来たいですね。Thank you.